サトルと岡田優の旅のラジオ。岡田さん。何ですか、サトルさん。今、どちらにいますか？今、僕はですね、デイリーポータル Z のオフィスにいます。いや、奇遇ですね。いや、僕も今、デイリーポータル Z の編集部のオフィスにいるんですよ。これなんか、対面だと、恥ずかしいな。そう。ちょっと解説をしますと、はい、今、初めて、この旅のラジオ25回目くらいかな、続いたけども、今までは、やっぱり感染症対策で、家で、ズームで、まあ、撮ってたんですよね。はい、ちょっと試みに、少し東京の感染者数が落ち着いてきたから、うん、まあ、ちょっと一回デイリーポータルの編集部も、まあ、新しくなったということで、会議室で撮ってやってみようじゃないかと、はい、いうことで、初めて、今日ですね、やっていると。いうことなんですね。はい。ようこそ編集部へ。あ、石川さん、編集部の石川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これもしかして、だから、まず編集部の石川さんと岡田さんが会うのは初めてですよね。そうです。そう、初めてなんですよね。初めて。これだけ毎回おしゃべりしておきながら。26回、おしゃべりをしておきながら。そういうのはコロナがなかった頃にはなかなかないですよね。そうですね。ほどのことですよね。やっぱりね、ちょっと思ったよりも身長が高かったり。確かにね。スタイルがいいなって。スタイル。僕もね、はい、岡田さん見て身長高いなって思ってます、ね。そういうこと伝わらないですからね。そうですね。ちょっとね、今日はかなりテンションがね、上がってますね。上がってきましたよ、うん。僕も仕事の途中抜け出してきて、有給取って部分で聞いてきてますけど。石川さんもだって考えたら僕だって3回目ぐらいですよね。そう、3回目ぐらいですね。あ、そうなんですか。だって1回僕がライターデビューした時は、ずっと僕はウィーンにいたわけだから、今まで会ったことなかった。で、1回ちょっとアフリカ行く前に帰国した時に飲み会をセッティングいただいて、そこで1回か2回会って、で、1回このデイリーが渋谷に来る前ですかね、洋画に会った頃に、1回 YouTube のライブ配信をして、はい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 、それで2回目ぐらい、それで終わりですよ。へ、飲みならず岡田さんだって何回目、まあ、僕も3回目3、4回目ぐらいですね、言うてないですよね。あれだ、あれも1回最初会うとき僕はね、ファンレターを送って岡田さんに、まあ、そうですね、飲み屋で、はい、そうそうそう、で飲んだことも数えても5回ぐらいかな、うん、だから渋谷に来るの半年ぶりぐらいだなと思って、最後にやったその岡田さんとのね、渋谷のロフト9でしたっけ。あ、4月にねイベントをやったのが最後ですよね。そうそうそう、あれ以来だからね、だからこうやってリアルで会うのはなかなかないなと思ってね。ちょっとね、なんか恥ずかしさと恥ずかしいですね、緊張となんか実在してるんだこの人みたいな。そうですね。やっぱ人となんかね、そもそもこう目を合わすのがね、ちょっと恥ずかしいです。今ずっと岡田さん私のことを見てるけど、そうですね、いや、そんな見なくていいですよ。恥ずかしい。今日はね、だからそういうなんかフリートーク的にね、なんか、はい、できたらなって思ってですね、そういうその初めて会う人なんだっていうバックグラウンドを踏まえてリスナーの方聞いていただければなと思うんですけれども、そうですね、何を話そうかな。まあリアルでこうやって会って、まあラジオを撮るのまあいいなということで、まあ次の回ぐらいもうそれでやってみようかなと思うんですけど、まあだからこうやってリアルで会って、何ですかね、その緩い感じの話をするのはいいなってね。こう思いましてですね、うんうんうん。で、この間、岡田さんが教えてくれた、どんぐり FM っていう、はいはいはい、ラジオ番組ですかね。ネットラジオ。そうそう、はい、あれ教えていただいて、あれ、先週ぐらいかな、教えてもらって、僕、すごい、あれ、勉強になってですね。もう100回ぐらい聞きましたよ。最近通勤寝る前、ずっと聞いて、あっという間に100回ぐらい聞いて。でも、あれ、6年ぐらいやってるんでしたっけ？なんかもうずっとね。そうですよね。まだ600回、700回。結構有名なね、ラジオ。そうそうそう。だから僕ら、あれ、勉強になったのは、そうです。多分、事前に何を話すかあんまり考えてないで、なるみさんと夏目ぐさんっていう方もやられてますよね、はいはいはい。ああいう中年のおじさんの楽しい話っていうのは、うん、なかなか聞いてて愉快だし。と、なんかその、リスナーからのお便りを、そうですね。なんかすごい、積極的に採用してますよね。というところはやっぱり。リアルであれ、ツイッターでなんか配信を拾ってるのかな、僕もまだディープリスナーじゃないからちょっとわかんないけど、うん、ああいうのいいなと思って、昼間って僕らは前も似たような反省しましたけど、ちょっとね、投稿コーナーの、ハードルがちょっと高すぎたんじゃないかなって。そうです。申し訳ないなと思って、ね。鳴き声を送れとか、ね。そうそう。ヤギの鳴き声を、悲しい動物の鳴き声ね。それだけ2回に1回ぐらいしかないですね。そう、あれ、ね、だあれは私もね、最近本当寝る前に良くなかったなってね。よく、寝る前寝る前に。寝る前にだからその、どんぐり FM を聞いて、うん、どんぐり FM のリスナーとの距離も近い感じと、うんうん、本当に気軽に、何でもない、その最近読んだ漫画は何ですかとか、はいはいはい、こういう時に、こうなってて。なるほどね。もっと投稿しやすいコーナーがあった方がいい。そうね、いや思ったんですよね、うん、そうだから、うん、どういうのコーナーがいいかっていうちょっとねプロセスエコノミーじゃないけどね、なるほどね、相談していければなと。ああじゃあ、うん、コーナーを考えようコーナーを考えようですね、うん、どんなコーナーがいいですかね。か何ですかね、うん、まあでもあ気軽な質問を受け付けるコーナーがまずないですよね僕ら。だからいきなりね、多分一番ハードルが低いのがあなたの旅の楽しみとかね。まあ、旅行ってれば、ね、でもそれも考えなくちゃいけないから。うんうんうん、何も考えないで、だから、サトル岡田さんになんか質問したいっていうのを受け付けるコーナーがいいんじゃないかなと思いますね。なんかわかんないけど。あ、テーマなしで。そうそうそう。テーマなしで。
んだろうな。送りやすいのはやっぱり番組の感想とかじゃないですか。感想ね。確かにね。感想を拾う。いいですね。感想ね。感想コーナーと、動物の鳴き声。ギャップがある。あ、でもあれか、あそうか。メッセージっていうコーナー、メッセージっていうフォームをね、入れてくださってますよね。だからそこにあるのも、読み上げてよければ、まあ読み上げていくっていう感じかな。何ですかね、もっとなんか。ジングル。ジングル。どんぐり FM でジングルを募集しましたよね。途中のラジオの初めのあれとか、ね。転換の音とか。そう、書くやつ。でも難しいか。だからワールドミュージックが得意な人はあれをパコパコってやってもらって。それも、だいぶ今と変わらないぐらい。だいぶダメ。今日はディジリドゥの、うん、ダメか。そうですね。音楽やってる人少ないか。ジングルの、まあ、ジングルの間口を広げる。だから、自分の口で。うん、ふわっふわっってなんかやってもらってもいいし、ヒカキンが最初やってたみたいなああいうのでもいいし、はい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 、何でもいい。著作権とか違反してなければいい。残酷表現がなければ大丈夫っていう。じゃあオープニングの。オープニングとか、あと場面転換。うん。はいはいはい。わかんないけど。効果音って欲しいですね。効果音いいですね。効果音。うん、効果音を募集。土手みたいなやつ、ね。土手みたいな。じゃあ僕らの。YouTuber が使ってそうな。おじさん二人がやってる中、なんかそのね。にゃーって、ね。なんかちょっと、いいですよ。募集しましょう。一言ね。なんかこう、一言吹き込んでもらえれば。うん、いいし、効果音に使う。風の音でもいいし、うん、断裂音でもいいし、何でもいい。そういうの。効果音の募集。でも高いから、やっぱちょっとハードル高いから。高いかな。まあね、音声ファイル送るっていうのはね、その、音声ファイル送るのは難しいか。ダメか。まあ全然なんか今日食べたものとかでもいいですけど、ね。今日食べたものって面白いですか？なんか分かんない。面白くはない。面白くない。だめです。だから面白くなくてもいい。OK。ダメだ。ダメ。今のはダメですね。ごめんなさい。ちょっとダメだ。今日食べたものとコーナー。さっき食べたもの。でもだって他のコーナーのコンテンツのバトーごと今日食べたものだとなんか期待されちゃう無言の圧を感じませんか？なんかイナゴとか昆虫食とかじゃないと認められないとか。いやいや、全然ココイチとか。ココイチ。あ、同じこと考えた。松屋とか。花丸うどんの、うん、私は花丸うどんっていうだけ書かれた、ここから来るわけですか？そうですね。ペンネーム、富士蕎麦さんから、花丸うどんですっていうのは結構きついですね。そうです。まあ、きつくない。いや、いいじゃないですか。ハードルはね、それぐらい低いからいいんじゃないか。あ、ジングルと今日食べたもの。今日食べたものをジングルにするでもいいですけど。それだ、ASMR だっけ、なんか。そうですね。あれでしょう、なんかちょっとジャンルが違いますね。今日食べたものを、じゃあ、サトルさんがいい声で読むのをジングルにするとか。まあ、あとあれですね、さよならの言葉。ああ、いいね。そろそろ。ネタ切れたか。ああ、そうかそうか。フォローですね。だから。もう、だから30ぐらいまで来てるんで。そう、ネタなくなってきましたね。そうなんですよ。もうね、翻訳がね、だんだんこう、そうそうそう、バリエーションがなくなってくるから。この間ってゲリゲリとかね。扉が崩れて。最近もうね、半分ぐらいは。だからあれか、確かにそれいいですね。世界のさよならの言葉。そうですね。うん、そうすると、岡田さんは第30回、今日はなんとかさんの、そうさよならですとか言って。ね、あ、ただ、まあ、方言とかでもいいし。ただ、もう本当、ただ日本語でさよならって言ってもらうだけ、吹き込んでもらうボイスメール送ってもらってもいいかもしれないですね。そうですね、音でね。熊本県82歳無職のさよならです。はいはい。さよなら。そうですね。さよならって。ね、だから言語は日本語だっていいわけだから。そうですね。世界の、あ、違う、あなたのさよならを聞かせてください。うん、そうですね。いいですね。あなたのさよならとか。いいですね。あとは、あと何ですよね。人生相談とかよくありますよね。で、まあ、あれも、僕はちょっと責任を負えないから、ね、僕らの悩みを聞いてもらう。逆相談。そう、逆相談。だから、その、はいはいはい、今だから僕も中年になって、はい、まあ、子供もちょっと大きくなって、仕事もそこそこやれたけど、うん、まあ、この先はもう、虚無的な感情に包まれることがやっぱり時々あるんですよね。人生の虚無っていうか。重い相談だ、うん、あ、でも中年のクライシスって多分あって、岡田さんもあと何年かするとあって、はい、いろんなことはある程度はやれて、まあ、この先だから行って数えてみるとこのぐらい生きてもう人生がある程度分かってきて、ちょっと逆算しちゃってんだよ。そうそう、私が生まれてきてどんな意味があるのかなっていうのはね、今までより痛切に感じるようなことがあるんですよ ね。それについてどうすればいいかっていうのを旅は関係ないな。いや、それ募集しましょう。でも募集、いや、でもいや、今のは焦ってください。サトルさんの生きる意味を。でもそんな簡単にね、答えられないですよね。いや、もしかしたらすごい答えが送られてくるかもしれないですよ。ルンバを買うかどうか迷ってますね。ルンバ、ルンバね。ルンバいいっすよ。ルンバ家めっちゃ狭いから。あ、持ってるんですか？
あのね、僕、ルンバのちょっとしょぼいというか安い。あ、そうか、いろんな廉価もありますよね。ユーフィーっていうのがあって。これがいいんですよ。だからルンバってめっちゃ賢いんで、その家の最短の動線を覚えるんですよ。ここ通ったら効率よく掃除できるみたいな。あ、なるほどね。ユーフィーはちょっとバカだから、手当たり次第行くんですよ。あ、トライアンドエラー。もう全方向に。アルゴリズムってでもそういうシンプルなアルゴリズムってそういう感じですよね。そう。当たった、痛い、別に。それがちょっと可愛くなってきて、頑張ってんなみたいな。本当に寿命尽きるまでずっと走り回ってて。あ、いいですね。いいですね。まあ、すごいね。なんか親しみが湧いて、いいっすよ、ロボット掃除機。あ、いいですね。じゃあ、解決しましたね。買いましょう。あとでもね、留学してた時ね、そのお子さんがいる方が、やっぱりそのルンバーが動くと、あっという間に逃げて、そのなんか、やっぱ怖くて。あ、そう。逃げます。あ、やっぱり、なんか普通の掃除機は、すごい大好きで、追いかけてくるのに、ユーフィーが起動するとめちゃくちゃ泣きます、ね。多分違うものとして多分認識してるんですよね。だからその合理性がないものとして突然動き出すから。そうですね。ある時間にあれ、なんですか、プログラミングセットして、なんか、この時間に掃除しますとか言うらしいですね、なんか。ああ、できます、ね。うん、だからそれが怖くて。はいはい。その時間になると、だからよく夜寝るようになるって。なんかちょっとでも、ちょっと一歩間違えたら逆転なんじゃないかなと思ってね。ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思ったんだけど。まあそういうの。じゃあ、掃除機ね。まあ、ちょっと話題変えましょう。でも人生相談でもよくないな。ダメよくない。まあ、口がやっぱ重くなるし。ああ。やっぱり質問ですね。質問と、じゃあジングルぐらいですかね。うん。それでいきますかね。まあなんかおすすめのなんか本とかね。旅の本とか。いいですね。だからもう本当何でもいいから送ってくれと。最近あったこと。あったこと。最近思ったこと。メッセージをなんか送ってくださいと。最初にそれを紹介して、ドングリーフィムとかよくあるのが、それをきっかけにして、全然その投稿拾わなかったり、その雑談が膨らんで。そうそう。でもそれはそれなんか面白いと思うんですよ。だから最初に石を池にポチャって投げる、その、最初のきっかけを与えるっていうので、確かに私がリスナーだったら、あれ、確かにドングリーフィムね、送りたくなるなって思いますもん。まあ確かに、ああいうの送るとね、なんか楽しみになりますからね。採用されるのが。そう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 。ノベルティとかもね、ゆくゆくは考えられたら。私の旅行で集めたいらないものとかね。ああ、なるほどね。送ったりとかね。はいはいはい。あ、その投稿してくれて、採用したら、そうそうそう。サトルさんの旅の土産が届くと。でもそれもでも郵送代とか大変だから、そうです、ね、渋谷のここに送りますっていうメッセージだけ送って、拾ってもらう。取りに来てくれ。そうそうそう。そういうの。あ、でも僕ね、90年代ぐらいのテキストサイトとかやってた頃に、はい、オフ会っていうのがちょっと怖かった頃は、はいはいはい、その、知らない人とそれやりましたよ。その、一升瓶に米びつを満パンに入れて、はい、でそれをあげるんですよ、友好の印に。でそれを飯田橋駅の前に置いて、で私はそれを観察して、はい、で置き場所を知ってる人がそれを取りに行くんですよ。はい、でそれを眺めてるだけで終わり。話しかけない？話もない。お互いシャイだから。そうそうそう。何が楽しいんですか？いや、それがね、あった、ありましたよ。そう。あの人だっていうのを。で、そういうことをお互いやったっていうのを、それぞれのサイトに載せて、はいはい、その頃は僕は別の名前でしたけど、そのなんとかさんがどうもなんか置いたらしいものがあるとか言ってね、やってね。あれはなんか面白かったな。そういう形で送りますよ。ね、まあでも、興味ね、ちょっとテロとかがね、ちょっと難しいから、ね、駅とかでは置けないけど。通報されちゃいますからね。置ける場所でね、置いて。それいいんじゃないですかね。そういうとこまで考えて。ノベルティね。ノベルティね。ああ、そういう感じですね。うん、じゃあ、投稿コーナー。ちょっとそういう風になるべくこれから今まで来たやつもねありますから、そういうのをこれから積極的に読んでいこうなということを思っているので、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。今日は読まないんですか？今日は、今日ね。なんか、いや、いいっすこのまま、終えようとしましたよ、今。いや、もう10分くらい経ったかなと思ってね。じゃあ、あれだな。考えてなかったな。あ、でも YouTube の、YouTube のコメントは、そういうとこか。そういうとこ。ごめんなさい。あ、でもリアルで会ってると、こうやってすぐ軽いツッコミ入れてもらえるのありがたいですね。いいですね。ズームだとちょっとなんかね、相手が喋ってたら邪魔しないなと。今日できることからちょっとね、やっていきます。いいですね。じゃあね。じゃあ記憶でいきますね。記憶だからね、YouTube のね、コメント欄、そんなにたくさんはないけど、いくつかもらってる人から。ありました？なんですけど、いや、いろんな時々感想とかあるじゃないですか。フォームじゃなくて。フォームじゃなくて、フォームは思い出せないから。うん、ごめんなさい。今見るフォームだってちゃんと読まないと失礼じゃないですか。失礼じゃないですか。全然違うこと読み上げられてる。今 iPad 目の前にありますよ。iPad 目の前あるけど、これは全然違うページですから。それ読むように開いてるのかと思った。ドングリーフ読む。ドングリーフ開いてたごめんなさい。ずっとフォームを見てるのかと思った。フォームで今、時間で真っ暗になっちゃった。全然アドリブでやってますよ。どうしてこのラジオをやることになったのかっていうのは、最初の頃にコメントいただいた人がいませんでした。ね、岡田さん、だから、ありがたいことにね、私の読者でもいらして、岡田さんの読者でもいらして、うん、デイリーどうもころ、あるいは俺それぞれのブログを最初に読んでて、うん、どうしてこのラジオをやることになったのか、きっかけ興味ありますとかいうことをおっしゃってた方はいませんでしたっけ？
違ったら虚無、虚空の存在しない、存在しない投稿を読むっていう。で、ここはこうなんだ。あったと思います。あった気がしますよ。はい、で、どうでしたっけ、どうですかそれは。なぜってことですか、なぜってどうでしたっけ、持ちかけたのは僕ですかね。そうですね。はい。うん、まあ、もともとイベントを4月にやった時に。岡田さんが本を出版されて、その出版記念イベントを渋谷でやろうっていう時には、それは岡田さんからお声掛けいただいて。そうですね。で、そのイベントを告知するために、ちょっとラジオ撮ってみようって言って、そう超旅ラジオっていうのをスタンド FM で撮って。スタンド FM でね。僕は Airbnb で、よくわかんない一軒家、東京に住んでるのに隣町を借りて、そうですね、夜中集まって、で、お静かにってすごい喋って、そのやっぱり。せっかく借りたのに、うるさくできない部屋だった。めちゃめちゃ静かにしなくちゃいけない。そこで、焼酎の青ヶ島を飲みながら、そうですね。生子の乾燥生子、ポリッポリってかじりながら、乾燥生子が、ひそひそ声で。乾燥したままで、硬かった。そう。あれ、だからそうですね、そういうことがあって、それで岡田さんと私がまあ、会うようになったっていう感じですよね。うん、それで、まあ、あれなかなか好評だったので、まあ、ラジオをやってみたらいいんじゃないみたいなことをなんか、何人かからおっしゃっていただいてですね。それで、まあ、岡田さんと、まあ、あんまり長く続いて、最初からコミットするのも苦しいから、最初12回ぐらいでやろうかなって言ったら結構面白くて、ね、今続いてるっていう、そんな感じですよね。まあ、だから、一番遡ると本の告知をしたかったっていう。あ、そうですね。いや、いいじゃないですかね。まあ、そっからこう。そう。まあ、やっぱね、でもそういうのは派生していくと面白いですよね。そうですよね。うん、だって、あれから、あの時に出た写真家のカツオさんと、その、ライターでもいらっしゃる砂漠さんだって今、連載を一緒に、ね、生活でしたっけ、ね、そう、連載をやってるから。うん、まあ、本当にちょっとしたつながりで、うん、っていうことですね。だから、そういうきっかけで皆さんもラジオを始めてみたらいいんじゃないでしょうか。それっぽい。ダメ。ちょっともうフリートーク十分喋ったから、もうちょっとそろそろ終わりじゃないと。ね、あとあれですよね。最初に戻るけど、はい、その投稿、はい、なんか、ツイッターとかでもまあ。はい、ああ、そうそう。僕がね、そう、ツイッターをやらないからよくわかんなくて。うん、ツイッターで、はいはい、ハッシュタグ旅のラジオとかついてたら、まあ僕は見たりしてるんで。ああ、本当ですか。じゃあ、はい、ハッシュタグ旅のラジオで、でもボイスとか作れるんでしたっけ、ツイッターって。ボイスはまあ投稿してもらえれば、公開したらつけれますけど、はい。まあボイスはフォームで送っていただいてとかでも。それで岡田さんへの質問とか、まあ感想とかでも、まあそれもありかなと。ああ、そうですね。じゃあそれで大丈夫かな。なんで基本は、その概要欄にあるフォームから送っていただいてもいいし、まあツイッターでハッシュタグつけてつぶやいていただいても拾えるかなと。あと番組案内するとき、あれ郵便はがきで、って受け付けましたっけ確か。あ、メリー編集最初受け付けようっつって。受け付けよう、そう。でも書いたまま。あれ、三辻達夫さんが確か、郵便はがき受け付けたらいいんじゃないかっていうコメントがあって、はい、みたいな感じになって。あれね、始めるときの告知ページには確か、宛先書いてましたよね。いつも来てない、ね。編集移転した後か。そうか。まあ来てない。それは今時、ハガキなんか出さないですからね。なんか、あれ、三辻達夫さんのね、ハガキもね。強い推薦で、なんか。ハガキ送ったら、ここに届くってことですか、この、ここにデイリーポータルのオフィスに届くと。はい、じゃあ、もう本当いただいたら、それそのままサムネイルに載っけますよ、じゃあ。届きましたとか言って。うん、じゃあそう、ハガキもね、ちょっと見てみたいです。岡田さんの自宅に送るってのもありましたね、一案はね。そうですね。僕の住所公開しないといけないんで。ちょっと難しいですね。曲止めとかするか。まあまあ、じゃあそういうことでね。うん、皆さんまあいろいろと、いろんな経路であるんで。お待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。旅のラジオ、ここでお別れしたいと思います。今日は、ハンガリー語で、さようなら。ビッソントラタスラ。ちょっと今余計なこと言わなかった。大丈夫。ちょっと長いですか？難しいですね。長い。まあ難しい。ありがとうございます。ちょっとゆっくり言ってみました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。